こんにちは。 JR 桶川駅に来ております。桶川市は埼玉県の中東部に位置する人口約7万5000人の都市であります。桶川にはどんな美味しいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんに桶川での美味しいお店を2店教えてもらい、ベスト3を回ってみようと思います。さあ、桶川にはどんな美味しいお店があるのでしょうか。タクシーの運転手さん、ご協力をありがとうございました。大きいのって川田屋の方にあるんだけど、そこはこう麺がこんな太くてね、30分ぐらい茹でるんですよ。結構有名だよ、有名。もう何十年っていうね、やってるから。静岡、こう泊まった時にも、わーって座ってる感じなんです、外に。焼き鳥屋みたいな。美味しい。あそこは有名なんですよ。やっぱ勝石ぐらいだよね。勝石。勝石。とんかつ屋です。とんかつ屋ですね。あ、石塚うどんか。石塚うどん。行列してるけど。蕎麦屋さんでスケジュってのがあるんですけど、はい、そこはなんか安くて美味しいような気がしますね。天狗屋って蕎麦屋さんよく行ったけどね、それぐらいですよ。蕎麦とかうどんとかカツ丼とか。松屋、そこはもう11時からあの品切れになって終わり、だいたい 2,3 時間でもう終了する。みんな並んでるから。松村そば、うどんも出なくてそばがある。どっちがおすすめなんですか。おすすめラーメン屋だったら鴨の福間屋ってなんだよ。それはあのラーメン屋だよ。つけ麺がうまいんだよ。大きうどんぐらいですね、ほんと。ポケガーリー有名なの。福の屋か。そこも有名なラーメン店ですよ。つけ麺というか塩ラーメンが有名ですけど、はい、石塚っていうなんかうどん屋さんかなんかはやっぱりあれですね、はい、なんかよく混んでるイメージがありますけど、串ひげってあるんですよ。お客さんが私が迎え行くと、ここは美味しい美味しいってみんなが言ってますね。空いてる時だったらいいけど、予約取んないとなかなか あれみたいですね。でラーメンはそこに18番っていうラーメンがあるんですよ。これ何食べます、よく。味噌醤油。醤油ラーメンですね。醤油。大きいうどんってのがあります。はい、やっぱりうまいっていう人もいたり、っていう人もいたりするんです。いますね、そこは。正直。好きな方ですか。僕は好きな方。あ、どっちが好きですか。冷たいの。冷たいの。高砂さん、チキンカツなんてやってて。ここで。食べちゃったけど。美味しかったですか。では3番目に得票の多かったお店に向かいます。正面に見えました。3番目に得票の多かったお店は勝石。
では2番目に得票の多かったお店に向かいましょう。右側になります。2番目に得票の多かったお店は大木うどん。桶川にはこんな楽しいところがあるんです。どうぞお付き合いください。正面に見えてきました。松川梨園さんのワクワク体験村です。今撮って大丈夫なのは何水と木づき。どうぞ。
どう狩りの後は紅花ウォークで買い物を楽しみました。お待たせいたしました。では一番得票の多かったお店に向かいます。左側になります。一番得票の多かったお店は石塚。桶川市は中山道の宿場町として、また農産物の集散地として発展してきました。現在でも中山道周辺には宿場町当時の面影を残すところが見受けられ、当時の繁栄を今に伝えてくれています。今では鉄道、高速道路などの利便性が高いことから、首都圏のベッドタウンとしても人気となっています。
2025年の春には桶川北本インターチェンジ近くにかつて宿場町として栄えた歴史を踏まえ江戸の情緒を取り入れた道の駅桶川の完成が予定されており、観光および広域防災拠点としてのポテンシャルが期待されています。歴史の趣と豊かな自然が共存する町、桶川での美味しい食事を。ごちそうさまでした。